お暇なら映画でも。ということで、最初にミニコーナー、前回はエディ・マーフィーについてお話しいたしましたけれども、今日のミニコーナーはですね、プロデューサージェリー・ブラッカイマーについてと、名プロデューサーというふうに言っていいと思いますね。ハリウッドを代表する娯楽超大作プロデューサーということになります。今日ちょっとですね、本棚を整理してたら、前回のバッドボーイズ、バッドボーイズ2バッドのパンフレットも発見しました。ここにちょうど載ってたんだよね。あ、ここですね。これジェリー・ブラッカイマーがプロデューサーです。ジェリー・ブラッカイマーはですね、この人ですね。この人がジェリー・ブラッカイマーです。まあ、ハリウッド切っての敏腕プロデューサーということになります。ビバリーヒルズコップのシリーズはジェリー・ブラッカイマーなんですけれども、ビバリーヒルズコップ3はジェリー・ブラッカイマーではないと。プロデュースがね。ということになっているわけですけれども。ジェリー・ブラッカイマー。まあ、ビバリーヒルズコップのシリーズですね。今度やる最新作、ビバリーヒルズコップ、アクセル4リー、ビバリーヒルズコップ4ですね。を含めて、4作品中3作品がジェリー・ブラッカイマープロデュースということになっています。唯一、さっきも言った3、ビバリーヒルズコップ3のみ、彼が関わっていないと、いうことになっているわけですね。まあ、このジェリー・ブラッカイマーという人物、ハリウッド超大作、ブームのど真ん中にいたと。ジェリー・ブラッカイマーが作った主な映画一覧、有名どころだけをちょっと行こうというふうに思います。じゃらんということで、こうですね。これがジェリー・ブラッカイマーが制作した映画、主な映画一覧ということになります。まあ、アメリカンジゴロ、フラッシュダンス、ビバリーヒルズコップ、トップガン、ビバリーヒルズコップ2、バッドボーイズ、クリムゾンタイド、ザ・ロック、コンエア、アルマゲドン、エネミー・オブ・アメリカ、シックスティーン・セカンズ、タイタンズを忘れない、パール・ハーバー、ブラック・ホーク・ダウン、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズ、まあ、バッドボーイズシリーズ、ジェミニマン、トップガン・マーヴェリック、ビバリーヒルズコップの次回作。で、テレビドラマもですね、CIS、CSI、マイアミとか、そのシリーズ、ジェリー・ブラッカイマーが作っているということで、火薬の匂いがプンプンするリストです。そう、その通りですね。もう、なんつったってもう、このリスト見てわかる通りですね、娯楽超大作が、とにかく大得意というのがジェリー・ブラッカイマーなんですね。ものすごいラインナップですよね。もう、娯楽超大作プラス、もう、なんつうの、大ヒットメーカー、ですね。まあ、彼はですね、まあ、こう見て輝かしい経歴、超敏腕プロデューサーと、業界に、このね、映画業界に入った当初はですね、先輩のプロデューサーであるドン・シンプソンという人と一緒に組んで仕事をしているということがあったわけですね。で、ドン・シンプソンって誰かっていうとですね、あの、時計仕掛けのオレンジの配給のマーケティングを担当した人物がドン・シンプソンなんですね。この二人による最初の大ヒット作というのは何かというと、フラッシュダンスでした。あの、話せんぜん、ちゃちゃちゃん、ちゃちゃん、せんせんていでん、ちゃちゃちゃん、ちゃちゃん、ぜんぜ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 ん、の、フラッシュダンスですね。フラッシュダンスを作ってですね、もうとにかく大ヒットしたわけですね。これが、ドン・シンプソン&ジェリー・ブラッカイマーの、もうとにかく名前を轟かせたという最初という感じになりますね。で、その後、ビバリーヒルズコップ、トップガン、ビバリーヒルズコップ2、バッドボーイズ、クリムゾンタイド、クリムゾンタイドと、いうことで、どんどんヒット作を飛ばしていくと、いうプロデューサーなわけですね。ただ、タイマーとドン・シンプソンは一緒にずっとやってたんですけれども、ドン・シンプソンの方がですね、映画がヒットするとともにですね、どんどん悪い方向に行ってしまって、まあ、薬物、コカインが主だったらしいですけれども、薬物と、美容整形ですね。それと、いかにもハリウッドという感じのですね、エロエロ乱行セクハラ職権乱用パーティーに明け暮れていたわけですね。まあ、この辺のですね、いかにもハリウッドなエロエロ乱行セクハラ職権乱用パーティー、いろんな映画でね、この手のパーティーは取り上げられていますけれども、まあ、例えば、この間ですか、もうちょっと前ですけれども、バビロンでもそういったシーン出てきたし、リンチのね、映画とかにも出てきたし、
あの青い箱のあの映画ね。ハリウッド界隈では、まあ、当たり前に行われていたものをの中心にいた人物みたいな、そんな感じになっていったわけですね、ドン・シンプソンは。で、それを見てですね、ブラックカイマーはこいつやべえなと思って、ドン・シンプソンからちょっと距離を置くと、いうことをしたんですね。ドン・シンプソンはもうエロエロが大好きだぜとかやってたんですけれども、ジェリー・ブラックカイマーはちょっとやばいやばいやばいということで、距離を置くことになったということで、ドン・シンプソンとジェリー・ブラックカイマーのこのコンビというのは95年に解消されると、いうことがあったわけですね。まあでも、ギリがたい、95年に解消してですね、96年にドン・シンプソンはもう死んでしまうわけですけれども、まあいろいろね、薬物の乱用だったり、まあいろんなこともあって、体を壊して死んでしまうわけですけれども。でも、ギリがたいジェリー・ブラックカイマーはですね、ドン・シンプソンと二人で作り上げていった、まあシリーズがあるわけですね。バッドボーイズとか、まあトップガンもそうですね。トップガンとトップガン・マーヴェリックとか、今回のビバリーヒルズ・コップとかもね、そういった二人で作ったものはですね、ドン・シンプソンが死んだ後でも、プロデューサーとして、ドン・シンプソン・ジェリー・ブラックカイマーというふうに、ダブル表記し続けているという、義理堅い男でもあるというのが、ジェリー・ブラックカイマーということになりますね。で、ジェリー・ブラックカイマーという人物はですね、一番最初、広告屋さんで働いていたんですね。広告屋さんで働いていたんですけれども、そこの広告屋さんつながりで、元広告屋さんから映画監督になったですね、ディック・リチャーズと知り合いになったわけですね。ディック・リチャーズが映画、撮るということになって、そのジェリー・ブラックカイマーと、まあ、知り合いだったということもあって、ブラックカイマー、ちょっと俺の今度映画撮りたいと思ってるんだけど、そのプロデュースしてくれないかと、まあ、要は金集めしてくれないかと、いうことを言ってですね、ああ、いいよということで、ジェリー・ブラックカイマーも映画業界にずっと興味があったんで、広告屋さんを辞めて、じゃあ、そのディック・リチャーズと一緒に映画を作ろうということで、広告業界を辞めてそっちに行って映画界デビューすることになったんですね。一番最初のね、映画は、まあ、大してヒットもせずに、そんなに注目もされずにということだったんですけれども、まあそこから足がかりとして、ジェリー・ブラックカイマーは映画業界に入っていきました。で、この後ですね、まあいろいろと渡り歩いていく中で、ポール・シュレイダー監督の、アメリカン・ジゴロで、の作品のキャットピープルを、ジェリー・ブラックカイマーがプロデュースしてですね、徐々に業界の中で注目を浴び始めるということがあったわけですね。ポール・シュナイダーは、スコセッシのね、タクシードライバーの脚本を書いた人ですね。だからまあ、タクシードライバーの脚本を書いたやつの監督、プロデュース。だから、まあ結構、ジェリー・ブラックカイマーとしても、よしよし、いい感じでトントン拍子になってるぞという感じが多分あったと思います。そうやって映画業界に入っていったジェリー・ブラックカイマーは、ある映画の試写会でドン・シンプソンと出会うということになったんですね。で、ドン・シンプソンは映画界では全然先輩なんですけれども、ジェリー君君面白そうだねと、一緒にやらないかと言って、フラッシュダンスが完成しました。フラッシュダン、チャチャチャンチャチャン、全然フィーレーのフラッシュダンスですね。で、このフラッシュダンスが超大ヒット、かつ、ジェリー・ブラックカイマー映画ヒットの法則を、この映画で作り出すことになるわけですね。ジェリー・ブラックカイマー映画ヒットの法則その1、それはミュージックビデオ映画ということです。先週見たですね、ビバリーヒルズコップ1もそうだし、今日見る2もそうなんですけれども、とにかくですね、あとトップガンもそうですよね。とにかく、ジェリー・ブラックカイマー映画っていうのはですね、映像と、このサントラ BGM がですね、完璧に融合していてですね、見ていてすごく楽しいんですね。ミュージックビデオのような映画の作りということをするわけです。そう、曲がいいということもあるし、つなぎ方がうまいというか、なんていうかな、何気ないものを映像に入れ込んで、それをこの音楽のこうキックにするっていうか、そういう感じでうまくつなげるんですよね。例えば、トップガンで言ったら、一番最初、飛び立つシーンの、あのかっこいい映像あるじゃないですか。この、何?作業員たちが作業しているところをかっこよく映すとか、ビバリーヒルズコップで言ったら、一番最初のね、デトロイトの貧乏人たちの、ただの街中の、その、たむろってる様子とか、ただ歩いてるところとか、そういったところを映像に入れ込んで、なんかものすごくおしゃれでかっこよくする
っていうのがジェリー・ブラッカイマーなんですね。この映像とサントラを融合させてミュージックビデオのように映画を作るというヒットの法則、これをですねジェリー・ブラッカイマーはもう多用していくということになるわけですね。ただですね、この世界中でもう超絶大ヒットしたフラッシュダンスなんですけれども、残念ながら評論家からはボロクソに言われているということがありました。もう公開当時から評論家からはボロクソに言われていました。観客からは絶賛されていましたけど、評論家からは何を言われたのかというとですね、中身がないっていうふうに言われたんですね。映像と音楽は素晴らしいけど、この映画に意味がないんじゃないかと。映像、その中身に意味がない。ただただ、その、2時間楽しいだけだろ、この映画。みたいなことをずっと言われてるんですね。中身がない。映像と音楽は素晴らしいけど、映画としての意味がない。というこの批評。僕、スグワはですね、全面的に賛同いたします。僕もですね、ジェリー・ブラッカイマー映画は中身がないと思ってます。ジェリー・ブラッカイマープロデュース作品全般、全部ですね、中身がないんです。ただただ楽しいんですね。まあ、今回、ビバリー・ヒルズ・コップを楽しもうってことで、このね、シリーズやっているわけですけれども、で、このミニコーナーも前やってるんですけど、はっきり言ってビバリー・ヒルズ・コップも中身はないわけですね。みんなが大好きトップガンも、トップガンマーヴェリックもですね、中身はないし、バッドボーイズもパイレーツ・オブ・カリビアンもですね、大して中身はないんです。これらの映画の中にあるのはですね、とてつもなく楽しい2時間。これだけなんです。とてつもなく楽しい2時間が約束されているっていうのがジェリー・ブラッカイマー作品なんですね。だから評論家からはですね、中身がないというふうに言われて、僕も確かに中身はないというふうに思いますけれども、でも、僕たちが映画に望んでるのって、それじゃんって、いうふうに思うわけですね。もう娯楽が見たいんだよと。映画を見てなんか難しく考えたりしたくないんだよと。ポップコーン映画っていうふうにね、まあよく言いますけれども、ポップコーン食って、コーラ飲んで、ボリボリ言いながら、面白いとこでワッハッハと笑って、映像でね、迫力のアクションシーンがあったら、ウォーってなるっていう、この楽しみを、僕らはしたいわけですね。それを提供してくれるのが俺たちのジェリー・ブラッカイマーというところが、まあ、あるわけですね。だからジェリー・ブラッカイマー僕大好きですということで、フラッシュダンスでミュージックビデオ映画というですね、完璧なものを作り上げたブラッカイマーはですね、この次フラッシュダンスの次にビバリーヒルズコップを作るわけですけれども、ビバリーヒルズコップでカースタントアクションというものをそこに追加していくわけですね。ジェリー・ブラッカイマーのアクションっていうのはですね、もうとにかく緻密に計算され尽くしたカーアクションなんですね。もうカメラの置き位置とかアングル、画角、アクション、カーアクションのこの運転の技術、そういったものをすべてがスクリーン映えするですね、完璧なアクションシーンっていうものをジェリー・ブラッカイマーは作ることにこだわるわけです。とにかくアクションをかっこよく、完璧にド派手に作れるっていうのがジェリー・ブラッカイマーなんですね。先週見たね、ビバリー・ヒルズ・コップ1でもそれは存分に発揮されていたというふうに思いますけれども、まあ、今日見るビバリー・ヒルズ・コップ2もですね、ド派手な大カーアクションがあるし、ビバリー・ヒルズ・コップの次に作ったのがトップガンだったわけですけれども、トップガンもですね、ものすごい、これはカーアクションじゃなくて戦闘機アクションですけれども、ものすごい計算され尽くしたアクションを作ったわけですね。で、その後バッドボーイズとか、そういったものでもどんどんアクションを作っていくし、そのアルマゲドンもそうだけど、パイレーツ・オブ・カリビアンとかだとまたカーアクションとは違う、この海賊ならではの、船のアクションっていうかね、生身のアクションとか、そういったものもどんどんこのアクションをとにかくかっこよく撮るっていうのがですね、上手なんですね。説教臭い人の深遠な一言よりかっこいいナイスガイのベタな一言の方が人生の影響、そうですさらに言うとですね、ジェリー・ブラッカイマーの特徴その3はですね、全員顔がいいってことです。ジェリー・ブラッカイマー映画はですね、顔面最強役者を揃えるってことがね、かなり重要になってきますね。まあ、ビバリーヒルズコップもそうだし、トップガンもそうだし、バッドボーイズもそうだしね。パイレーツ・オブ・カリビアンもそうですよね。もう顔面最強。それがジェリー・ブラッカイマーの
キャスティングというところがありますね。で、ビバリーヒルズコップで、そのアクション、カーアクション、ド派手なスタントアクションっていうものを、ジェリー・ブラッカイマーはプラスして、さらにですね、ビバリーヒルズコップで追加されて、そこからずっと、ジェリー・ブラッカイマー映画に引き継がれていくものがあってですね、それがコメディーです。ビバリーヒルズコップはもともとはですね、エディ・マーフィーじゃなくて、スタローンがやる予定で映画は作られていったんですね。シルベスター・スタローンね。もともとシルベスター・スタローン主演で、もうちょっとこのハードボイルドに寄ってるというか、そっち側の刑事ものというものをイメージして最初、映画は作られていったんですけれども、まあ、途中からですね、スタローンじゃなくてエディ・マーフィーで行こうということになったんですね。そう、スタローンだったの最初はね。エディ・マーフィーにしようっていうことが決まったところから、エディ・マーフィーってコメディアンだよねということで、じゃあ映画の中にどんどんコメディを足していこうということをしたわけですね。エディ・マーフィーのコメディっていうのは、アドリブなんで、これを彼に好きなようにさせようってことで、エディ・マーフィーね、何回も同じことはできない。コメディアンですから、同じことを何回もね、できないっていうことで、カメラを常に最低でも2台カメラを置いて、どの角度からでも撮れるようにしといてですね、アドリブでどんどんやってくれていいよっていう撮り方をしたんですね。これが、ものすごく良かったわけです。もう天下のコメディアン、エディ・マーフィーをビバリーヒルズコップでスターにしたんですけれども、それはやっぱりコメディを存分に使わせたから、エディ・マーフィーの持ち味を存分に発揮させたからというところが、まああったわけですね。あ、そう、ローズウッドの部屋にね、スタローンのポスターが貼ってあるっていう、そういうところもあるんですよね。ということで、ジェリー・ブラッカイマーはですね、ビバリーヒルズコップによって、作ることによってですね、まあ、その前からあったミュージックビデオ風映画に、アクションとコメディっていうのをプラスしていく。さらにそこにプラスすると、顔面偏差値高め。これを元に映画を作っていくっていうのが、ジェリー・ブラッカイマーの映画の特徴ということになっていったわけですね。だから、バッドボーイズとかもそうですよね。かっこいい。とにかく、ウィル・スミスかっこいい。で、音楽かっこいい。ラップ。あんまりそれまでラップ、映画では使われてなかったような気もするんですけど、ラップとかそういったブラックミュージックみたいなものを使って、なんかかっこよくてエロい、みたいなウィル・スミスを使ってですね、新しい黒人像みたいなのを作っていって、アクションコメディを作り上げていったとか、そういったところもあったわけですね。ということで、ジェリー・ブラッカイマーはですね、娯楽超大作の申し子、楽しくなければ映画じゃない。俺は評論家のために映画を作ってるんじゃないんだと、いうふうに言っている、このジェリー・ブラッカイマー、ナイスガイなわけですね。評論家のために映画を作っていたら、今頃俺はちっちゃなアパートで暮らしてるだろうと、いうふうに言っています。俺は自分のため、自分が面白いと思うもの、そして観客が面白いと思うもの、それを俺は作ってるんだというふうに、今年80ですけれども、今年80のおじいちゃんですけれども、未だに言い続けているっていうのがジェリー・ブラッカイマーの素晴らしいところなわけですね。人間ですね、年を取るとどんどん説教臭くなっていって、俺ももうちょっと社会に貢献した映画を作りたいなっていうふうに思ったりしそうですけれども、ジェリー・ブラッカイマーはそうじゃないと。80になった今でも面白い2時間を提供するぞということをやっているわけですね。まあ、ジェリー・ブラッカイマーの映画はですね、もうとにかく娯楽映画として、おしゃれで、かっこよくて、興奮できて、笑えるというですね、ルパンみたいな映画です。ちなみに彼はですね、2003年7月の週末興行収入、1位、バッドボーイズ2バッド、2位、パイレーツ・オブ・カリビアン呪われた海賊たちということで、ハリウッド史上初めてワンツーフィニッシュを飾ったプロデューサーということになっていますね。すごいですね。自分のプロデュースした作品が競合してワンツーフィニッシュを達成したということで、まあものすごいねということですよ。ジェリー・ブラッカイマーはこれまでですね、アカデミー賞48回ノミネートされて7回受賞、グラミー賞は8回ノミネートされて5回受賞、ゴールデングローブ賞は23回ノミネートされて4回受賞。エミー賞77回ノミネートされて17回受賞しているということですね。で、今年はですね、まあ来月配信される、ビバリーヒルズコップ4ですね。アクセル・フォーリー。
これがあって、もう一つ、ガイ・リッチの新作が、今年公開される予定になっておりますね。The Ministry of Ungentlemanly Warfare というですね、映画が今年、ガイ・リッチの映画が公開される予定になっております。ミニストリーオブアンジェントルマンリーウォーフェアっていう映画ですね。これもプロデュースしています。ガイ・リッチのこの新作はですね、第二次大戦中にチャーチル首相がね、チャーチルが設立した秘密戦闘機関というものが実際にあるらしいんですけれども、このチャーチルが設立した秘密戦闘機関を扱った映画ということらしいんですけれども、ジェリー・ブラッカイマーとガイ・リッチはですね、おそらく初めて組むんだと思うんですけれども、ジェリー・ブラッカイマーとガイ・リッチ、まあどっちも僕大好きですけれども、作風を見ていると合うような気がしますよね。ガイ・リッチといえばやっぱおしゃれでかっこいい、音楽もすごくウィットに富んだ音楽使うというか、そういった感じもあるし、コメディだしね。だガイ・リッチーとジェリー・ブラッカイマーは多分合うと思うんで、楽しみだなというふうに思います。あ、ブラピの新作か、そうね。あの、F1 のやつですよね。F1 のやつといえばもうすぐ来月、フェラーリね。フェラーリが公開になりますね。楽しみだなというふうに思ってます。エンツォ・フェラーリの話ですよね、あれね。いやー、僕も F1 好きなんでね。楽しみだなというふうに思います。ということで、ジェリー・ブラッカイマープロデューサーはこんな人ですよというお話を今回しました。プロデューサーって何するのかよくわからんという人いると思うんですけれども、プロデューサーの仕事っていうのはですね、本当に多岐にわたりすぎていて、プロデューサーってこういうことをする人だよっていうのはちょっと言いづらいんですよね。何でも屋さんというか、まあとにかく映画の一番最高責任者みたいなところがあるんですけれども、ただよくわからないんですよね。プロデューサーって何してんだろうって。いると思うんですけど、ジェリー・ブラッカイマーの先輩にあたるですね、まあ、ジェリー・ブラッカイマーはパラマウントに一番最初っていうか、キャリアのヒットした最初はパラマウントにいたんですけれども、ジェリー・ブラッカイマーのね、先輩にあたるパラマウントでも先輩にあたるですね、ロバート・エヴァンスという、名プロデューサーが、パラマウントにはいたんですけれども、ゴッドファーザーを作った人物ですね。ゴッドファーザーを作った人物、ロバート・エヴァンスを主人公にしたですね、ジ・オファー・ゴッドファーザーにかけた男というドラマがありますんで。それを見てもらえればですね、ハリウッドのプロデューサーって、あ、こういうことするのがプロデューサーなんだってことがわかるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ見てみてください。僕はですね、このジ・オファー・ゴッドファーザーにかけた男、っていうドラマ非常に面白く見ましたよ。プロデューサーとか制作組織とかよくわかんないですよね。基本的にプロデューサーと制作組織っていうのは同じです。なんていうかな、プロデューサーは制作、日本語に直すと制作ですね。制作組織っていうのは英語で言うとエグゼクティブプロデューサーっていうのが、制作組織という肩書きなんですけれども、正直、制作組織っていうのは、あんま意味ない肩書きなんですよね。どっちかっていうと、名前貸しに近いというか、その、制作組織というところにでかい名前が入ってるから、そうすると、なんつうの？出資者にお金を募りやすいとかね。例えば、そういう感じで使われることが多いのが制作組織、エグゼクティブプロデューサーという役目かなというふうに思います。例えばよくわかんない映画でも、そう。ともともさんその通り。スピルバーグは制作総指揮ってよく書いてあるじゃないですか。制作総指揮スピルバーグっていうふうに出るんですけれども、この、まあ、実際スピルバーグが別に現場に来て何かをするってことは、まあないわけですよ。でも、制作総指揮スピルバーグって書いてあると、出社側としては、あ、スピルバーグ作品か、じゃあお金出してもいいよっていうふうになりやすいわけですよね。そういうもんです。制作組織っていうのは。ということで今回のミニコーナーはジェリー・ブラッカイマーについてでした。